小田原城を救援する作戦は順調。馬長らはさらに、そこで彼らが目にしたのは、ご中心、この先で大きいお猿には伊達の顔色の悪いおじさんと、小さいお猿はでも武田の騎馬隊、お仕事っすから。馬毛騎の戦見るがいい。武田騎馬隊に加え、伊達の鉄砲隊か。医療の戦いよりも手強い相手だ。鉄が手強いなら味方を増やせばいい。バカ、まずは豊臣軍と合流しようよ。操られた連中、なんちゅう強さじゃ。とても人間とは思えわ。まずい流れじゃない。立て直したいな。敵将、馬毛騎が討ち取った。攻め立て、一気に突き崩すのじゃ。とっちゃ、ヨモリ様の敵を倒す、すべて倒す。あやつら、せいぜいあがくがいい。おっと、そこは通行止めだぜ。どっから来たお前ら。歓迎してやるよ。
まったり。芝生殿の指示により呪春から参った。いざ共に戦わん。すでに呪春の奪還はなったか。我らも力戦せねばな。今じゃ鉄砲隊打ちかけ。うひゃ、こりゃうかつに近づけ。これは忍びの出番でしょ。私は心配をかけたようだな。オーラは世界を包んでおれ。大きくなって帰ってこよう。わしは清盛と共にオロチを待つ。あれごとオロチの復活などありえん。とどめ敵将仕留めたぞ。見ておれ。あたしたちの勝ちだぜ。妖術に操られていたとは。私もここ今こうして術より解放。